せめて1分まで待とうか。いや、そんなに待たなくていいわ。引き分け。はい、じゃあ行くよー。枠です。はい。D さん、兄これさんにだ見ろ。覚えない？え？家に戻ったとき、気づかなかった？奥さんが握りしめてた。ああ、さっきの人か。リーさんに渡したかったんじゃない？ねえ。リーさん、もうやめよう。必要なのは拳銃なんかじゃないはずだ。まさかなんじゃこりゃで殉職。そっちに行くんだ。ああ、うるさい！黙れ、黙れ！リーさん、ダメだ！前へって、三上さん、いてが、俺もてめえが選んだ人生の出来事の一つだよ。ちゃんとしてんね。てめえの過去に俺は何の興味もねえし、知るつもりもねえ。だから同情もしねえ。へ、いい度胸じゃねえかよ。来いや、おら！ここから戦うの？まさかの灰色。きた。強いんじゃねえのか、意外とこいつ。肩に銃受けても強そう。なんかどんどん敵強くなっていくからな。プロレスっていう流派で大丈夫なんだろうか、俺は。きついよ。投げ技がないんだもんだって。なんでこの距離感。俺そう、ピストルの弾ってなんか変えたままじゃない？なんかゴールドのあと3発残っちゃった。どうなんだろうね。もともと開発は調べてみようかな。あ、いや、そんなにすごい銃持ってねえし。ドロップキック、ピヨッタ、でいっ。はい、オッケー。開発ってどこだったんだろう、最初。カプコンが開発って言ってたけど、カプコンじゃなかったんだよね、多分。まあね。三上さん、もうやめてください！幕の引き方教えてやろうが！三上さん！中国人だから拳法使うのか。いや、そうなのか。何使ってたんだろう。銃は使わなかった。青龍刀は使うらしいけど。昔歌舞伎町かなんかでさ、中国人がなんか暴れてさ、青龍刀で暴れたってニュースがあってさ、なんちゅう思ってんだよと思って。カンフー映画かと思った。ミニカーの出来の良さ。ただの車を縮尺縮尺したのか。縮尺っていうか、密入国者による犯罪行為は後を絶たない。たとえどのような生き方を選んだとしても、ちょっとさ、そう現実責任が、声優と安易に目を歯が曲がったやつね。自分に言い訳することは絶やす。ただ龍が如くやってみようかな。だがこそんなことを続けていれば、一作目目を背ける場所なんかね、龍が如くよりもちゃんと街並みがちゃんとポリゴンで作られてるって噂を、運命に立ち向かう勇気を持つことも時には必要なことなのだ。なんかマリオさんだな。あ、マリオさんだった。さとみただし行こう。テンポいいな、このゲーム。全然ゲームっぽくないけど、なんか移動がメインだけど。移動して殴る。話を聞く。始末書が増えねえ。始末書の増えなさたるや。報酬も増えてねえし。ビートダウンってカプコンのやつか。あれ、あのプレステ2版と XBOX 版両方持ってるぞ、あれ。そんなにはいらねえだろうって話。ちょっとキックボクシング極めようかな。でもこれなんか余裕って書いてあったんだよな、さっきじゃねえよ。誰かがなんか調べてたからさ。ボディーブロー、あ、これって流スタイルだったの、縦蹴りって。僕らの町のお薬屋さん。うん。さあさあ、メモリーカードどうしようかな。ちょっと、映る？おいっす。
あ、来た。ちょっとメモリーカード増やそう。クマスタイルを進む。あ、なんかまだ出てないスタイルだよね、多分ね。クマ、狼なのに。やっぱ64名がメモリーカードは結構便利は便利だよ。あれば便利。だいたいあの容量がいっぱいですとは言われない。いや、どっち、使えなかったら使えないだけど。そうだね、なかなか大変だったよね。ちょっと仮眠、1時間だけ仮眠取ろうかな。しますしょ、書くけど。寝なすぎると上限、体力の上限減るっぽいんだよな、なんか。わかんないけどね。仮眠かわいい。家でもあれだからね。家でちゃんと寝ろよ。家帰っても丸いちゃぶ台で寝るから。仮眠しか取ったことないんだよ、この人。ちゃんと寝たことがない。お？佐藤と髪なし。常に臨戦スタイル、はい。そうね。ロマンパブ。ロマンパブって何？営業時間は、ちょっと考え。17時ぐらい。17時現地集合？現地？じゃあコンビニ行こっか。ごめんなさい。コンビニは、あ、近い。多分あれだ。まっすぐ行けば。ん？まっすぐ？あ、合ってる合ってる。でもこれ車買うのとか超大変だよ。このゲームだからサブの話やらなかったらやっぱ短いのかもね。意外と。短いっていうか、短いっていうか、なんていうか。やべえ、これ超遠いとこじゃん。はい、いけない。再現しすぎなんだよ、こういうとこ。あ、なんか悪いやついた。悪いやつがいるぞ。見えない。お前か。家賃滞納。ちょっと見えない、見えない。無理だな、これ。やめよう。現実味がない。誰？お？こういうもんだ。ダイエット2回失敗。いや、もういい。人が多すぎる。武器とかってどうすればいいんだろう。話進めなきゃダメなのかな。おい、意外と持ってんだな、これ。持ってねえかと思ってた。いやこの枠内に終わるかな。話長そうだな。ちょっと待って。期待見なかったな。ってか、あれなんじゃねえ。街の人が出たごめなのは逮捕が怖くておべっかくなってるのかな。いや、なんか一応ね、エリアごとに人気度があって、なんか向こう行けそうで行けねえな。治安がいいエリアでは評判がいいみたい。ここ今治安いいんだよ。なんだこれ。あ、信号か、それ。17時って言ってたけど、もう行こうぜ。タクシーいた？これ乗ってみて。乗る？ちょっと待って、目的地どこだ？あ、まだ出てねえ。そうそうそう、ちゃんと締め上げてるとこだよ、人気ある。悪いやつじゃないようだ。悪いやつじゃない。どうした？なんか悪いやつだな。飲みすぎて吐いた。どこだって、どこだって、わかんないよ。吹き出しが邪魔だったりとかさ、そういうとこが意外とある。遠いなん、遠いんだよな、これ。あと向いてる方向とカメラが向いてる方向と人が向いてる方向でなんか違うっていうか、ちょっと分かりづらい。地図が結局なんかあんまよくできてないんだよな。
何の音？あれあんまりゲージ上がってないけど。ああもう足速くなってるかこれ。ちょっと撃つよ。撃ったよ。空中コンボ、銃からの空中コンボ。お金もらっとこっか、たまには。捕まえてもなんか、ああいいね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 、これすごくいいね。あーいいね。よし結構もらえた。やべえ、すげえここ何や、雀荘か。あ、雀荘入れた。雀荘ってちゃんとしてんのかな。ちゃんとしてるわ。入会お金持ってんな俺。5000円。そうドゥルルって入ってったら、ポイントチャージって何。あ、ポイント持ってなきゃダメなの。おい、なんかめんどくせえなこのゲーム。え、なんだって100円。ああ、やべえ、長そう。足りねえって言われた。もういいです。麻雀は打てるっぽいです。なんでそういうシステムなの、雀荘って。昔、学校の近くに雀荘あったけど、なぜか雀荘でバイトしてるやつがいてびっくりしたんだよ。はぁって。そこ、あそこでバイトしてんの？近かったからって言ってた。あれ、犯罪なくなっちゃった。なんだよ。何のために来たんだよ。直接お金はかけれないからかな。ああマジで。ちょっと悪いやつに、お前だよ。なんて書いてあった今。直接かけると、ね、そうね。あ、悪いやついた。さようならじゃねえんだよ。あー、OL のち逮捕逮捕逮捕。あ、殴った人普通に逮捕できる。え、っどあの人悪い人なの。は、跳ねられた。跳ねられた。うわ、逮捕だよ。跳ねられた人を逮捕。跳ねられた上に撃っちゃったよ。ひどい。交通事故&銃弾を受けるっていう。すげえコンボ。あ、し、いいね。どこ？おーおーおお。近くねえんだよな、これ。あ、近い。ここ関係なかった、しかも。すごいよね。なんかちょっと、かげろう、かげろうとは言わないのかな。かげろうか。かげろう。おい、なんかやってる、なんかやってる。なにこれ、なにこれ。誰か、助けろう。助けて蹴ろうか。田舎者ってこと？バック。犯人は？召喚されるよ。こっちだな、きっと。え？どれ、どれ？どれ？あ、どれ？田舎者の、田舎娘。お前か。人のゴミの方に行くなよ。いいコンボだ。まだ行かないの？くるくる回るの。エイジさんの能力右犯人召喚。そうな。手頃な犯人をすぐ見つけるから。ちょっと空中からちょっとポッて生まれるわ。ストーカー行為。お、タコ跳び？あ、違う。やるのかお前。あ、お金はもういいや。でも今これ治安すごくいいんだよな。
あ、時間じゃねえか、そろそろタクシーは来ないんだよ、こういう時に限って。いや、もういいです、ちょっと一服して。17時がなんだろうって言ってたよね、さっきで。17時まで自由行動、おい。自由行動らしいです。ってことは、まあ、もうちょっと待てと。なんかいるな。誰だ、この犯罪の匂いがする。お前か？銃痕。よし。やってこないんかい。ああ。死んじゃってない、大丈夫。タクシー来た。しかもちょうど時間だ。修学旅行か。いてはねられたよ。修学旅行、修学旅行、日本から来ましたってなかった。あれ修学旅行じゃないっけ、卒業旅行か、あれは。なんであの人の出てる映画ってそうタイトルがすげえネタみたいになるの。お金がないとか。はい。そうだね。てかあの人なんかね、匂うんだよね。犯罪の匂いを感じ取っちゃうから隠しきれなくなっちゃう。さあどこだ、なんだあの家のマーク、家のマークはなんだ。あ、違う、ああ。キャンセルボタンあった、なんか、ああ違う、あ、あった、自宅、あれ自宅じゃない、オートショップ、オートショップ、車屋さんだね。とりあえず右、こっちだ。ほんとだ。これなん、あ、バッティングセンターか。バッティングセンターか。もういいかな、あそこは。あそこはもういいかな。こういう横を触れるんだよ。せい！あれ、あ、タックルか、これ。まあ、時間を潰すのは寝ることも、ね、寝て潰すことも可能だしね。お。この枠内無理だな、これ。ミサちゃんの常連さん。おう。うん。え？ごくり。ごくみ元気かな。最近見ないの。ちゃんとしてんな。店内ちゃんとしてんな。じゃ音量。はい。何かあったんですか？ちゃんとなんか声優使ってるけど、なんかすごい軽い声優。そいつらにちょっと話聞きてんだわ。いつ頃店に来るか教えてくんねえかな。多分明日。帰り際に行ってましたから。何時頃？いつもはだいたい夜の10時頃です。特徴は？神梨さんは痩せてて顎ひげを生やした方です。佐藤さん、佐藤さんは長髪でいつもサングラスを。痩せのひげ、長髪のサングラスと。あの、どうしたの佐藤さん、何か悪いことしたんですか？気にしすぎないでって言っても無理か。何かあったら連絡して。はい、ありがとうございます。優しいな、偽善者くん。偽善者くんってなんだ。そういうんじゃないですから。ちゃんとしすぎだな、このゲーム。マジでもったいねえな。ねえ、これがちゃんと作る。あ、なんだ、帰ってきた。寝る。これがちゃんと完成しててそこそこちゃんと売れてたら絶対にシリーズ化しててプレステ3版とかも出てるはずなんだよね。それがまた世界的にも売れて、そんなことない？世界的には無理かな。ちゃんと売れてれば結構でかいシリーズになってたかもしんないからね。あの時のカプコンの判断はちょっと間違ってたな、確実に。難しいとこだね。やっぱ日本がそっちでちゃんと支持され、メインのね、本堂がそっちで支持されれば、世界的にも売れるもの作れる
作れるっていうか作る流れになっていたら今とはかなり違う状態になってたと思うんだよね。日本だけ今かなりガラパゴス化してるじゃない。なんか任天堂のゲームはまあ売れるけど、世界でも売れるけど、じゃあそういうとこじゃないじゃん。もうだからゲームだけってのは無理だよな。映画だってダメなんだしさ。結構カプコンの有名な作り手が一斉に辞める時期があったそうですし、はい、判断甘かったんでしょうね。ゲームあの開発も一気に潰したじゃんあれやめますこれやめますみたいな。バイオハザード4はゲームキューブ以外プレステ2にも出しますとかさ、もうなんかカプコンってそういう時あるからさ、浮き沈みが非常に激しいとこだから。2時っつった？2時まで自由時間、そして今朝。なるほど、カプコンのそういうの良くないってことだよな、ほんとな生き残ることに精一杯だから。なんかこう、そうね。はあ、これぐらいでちょうどいいか。あ、ちょっと1時間オーバーしたなやばい。カプコンは潰れかけた時に大逆転するっていう印象があるけど、どうなんだろうね。あれ？大丈夫かな？ダメだ。連絡が来んのか。これ分かったよ、じゃあ。このゲームの、良くないってことだな、これ。もうちょっと1時間オフとかで時間調整できればいいのにね。なんかすごい飛び飛びなんだよ、これ。7の次が24という。よくわからん。しかも別に出勤しなくてもいいし。久々にいっぱい寝てみようか、じゃあ。で、1時間寝ればいいかな。いや、難しいとこだな。あれ何時までだっけ ?14 時とかじゃなかったっけ。よし、気づいたい。このゲームは意外と毎日イベントが起きるからね。時間の指定があった場合は毎日だから。何月何日の何時じゃないかな。多分。21時まで。おい、なんか時間変わったぞ。なんか通り過ぎちゃった ?21 時になっちゃった、今度。なんかあったのかな。へぇ、俺が見間違えたのかな。危ないね。そうなの。布団があって自宅なのにこの寝方だからで家でもやること特にないし、なんかあのたまにさ、でなんか刑事伝説デカ伝説みたいなのが解除されるけど、あれって実績とかトロフィー的なものらしい。ちょっと暇つぶしますよ。むっつりスケベ犯罪だなそれは。食い逃げ、これどうなるんだろう。あー、そっか、なんか物もらえるっつ、物もらえる。たん、喧嘩番長にもあったシステムですね、伝説だって。あ、そうなんだ。なるほどね。あ、俺物持てねえかな。高級ポケットウイスキー、あー、物をもらう。ああ、なんか下がったね。てか始末して増えた。どうした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 。合コンの会場としてはこの街じゃダメダメで、何の話だ。新宿じゃダメだったとこだ。お、なんか今連絡来た。ちょっと待って待って、あれ、あ違う、それ違う、犯罪の通信だ。
さあ21時。え？で？で？あ、パブに行け。やべ。ああ、あった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 。ちょっと待て。バッティング。オスロー、バッティングセンター。ほう。へぇ。足部会館の方か。うんうん、こっちだ。あの店に来てんのかな、さっきの店に。せい、あと3分。ちょっと待って、ちょっと待って、全然終わんなかったじゃないか。これ何枠やれいいんだよ。どうしよう、どうしようかな。ここら辺にしとこうかな、このゲームは。あ、ええ、二人揃うまでダメだよね。延々続きそうな面白さがありますね。やれるんだよね、かなりね。メインストーリーだけ追うだけでも結構楽しい。あの、なんかそこまででかいストレスがないんだよ、このゲーム。大事、そこ大事。長く続けるためにはやっぱストレスがあんまりないっていうのは大事。ストレスがあったらやめちゃうからね。お、いいね。お、ん？なんだ？あの情報が間違えたのか？しっかり運ぶ。どうしたどうした？何？小田切さん。誰だよこれ。すげえ。あれはちょっとちゃんとやってみてんだけど、なんかまだ全然面白さがわかんねえから。え？まさか。車とか武器を買うときにお金貯めるのが大変そうな気だけが。そうだね。恋でかなり濃かったね。が。くよ。そうだな。面白いかもしれないからな。あのね、どうすれば面白くなってくるのかがまだわかんないんだ、あのゲーム。ちょっと、なんか無駄に広いし。無駄に広いのになんかイベントもない感じ？まだわからないんだよ、楽しみ方が。乗りこなし方が。すね、変ないたよね、今ね。ベルトの風車が。お？お？倒せ！あれ？おやおや、急だな。ピストルだな、これ。そこガードして、あ、ガード聞いたんだけど。狼スタイル。ボタン連打。見えない。マジか。あ、ジャンプキックある。痛い。やべ、時間が。来んなよ、サラリーマン。倒せるけど。大きい。よっしゃ。よいしょ。よいしょ。あ、あ、次枠行くか。次枠でとどめです。このゲーム。次枠とどめで行きましょうか。寝る方お休み。すげえ時間じゃんか。まあいいわ、今日ちょっと早く寝すぎちゃってさ。うっかり寝たらこんな時間だよ、本当に。こいつはもらうぜ。シクソ。もう一人のやつどう？ああ、関係ないのか。また別の事件に繋がっていくのか。小田切ってのはてめえの仲間か。そうだ。あ、ポーズしようと思ったらセレクト押しちゃった。でもなんか飛ばしちゃったことによってさ、ここに戻ったってことはさ、もしかしたら。この話はまだ終わっていない？セーブしとけばよかった？やべえな。やべえな。これやべえぞ。飛ばしちゃったよ。よし、まだ終わってねえ。昨日はすいません、小田切さん。よしよし、終わってなかった。よかった。まだ小物からだったわ。次、中央署へ急げー。
急ぐぞ。すごいな。ほんとでもこのゲームマジでちょっと志は高いんだよね。志は高かったけど、高校デビュー失敗してちょっとてへへみたいな、若干お笑いキャラみたいにね、アナウンサーいらっしゃい。ちょっと転校しましたみたいな。だけど中身はね、いい、ちゃんとしたやつだからさ、垣間見えちゃうんだよ。ああ、どっちかっていうと GTA だね。GTA 新宿だよ。サンアンドレアス。新宿、新宿。GTA 新宿。わかりやすいお笑い要素がなかったのがダメだった。っていうかね、メインストーリーだけ進めてるとお笑い要素ゼロなんですよ。マジで。それ以外の部分に、結局はその本堂以外のところにお笑い要素入れてるもんで、普通に進めていくと全然お笑い要素なしっていうね。だからその作品自体がお笑いバカゲーではないんですよね。そのよ周りを固める作品として成立させるために、なんかこう、肉付けしていった部分が若干こうバカゲー要素なんで、結局そっちばっか目立つんだよね。でメインストーリーは全然目立つところがない。真面目だから、地味だから、普通だから。でもそこが結構出来がいい。なるほど。作り自体はそう、そうなんですよ。家柄が出ちゃうんですよね、結局ね。もともと出はいいから。もうちゃんとしてんな、建物が。はい？ OL。ええ。夜中いないだろ、昼間いる人は。夜中歩いてる人に聞かないと。はい。ええ。ええ。変質者。ちょっと待って。部屋が寒い。おう。いえ。親父狩り、親父狩りって今でもあんのかな、あるっちゃあるんだろうな。オタク狩りとかあったな。エアジョーダン狩り。またこれ最後の吹き出しが消えちゃうんだよな。ちゃんとしてんな、タクシーの運転手。タクシーの中でタクシーに乗ってる人に聞いてほしかった。はい。おい、はい。お、マジで？うえー、あそこ行くんかい。ションペン横丁。ええ。マジか。そういえば行ってねえな。ふぅ。かい。西口のちょうどいい。遠いな。タクシーだけど止まんねえ。あと信号だ。よし、ナイス。あ、ジャンプしたか、早い。こっからのが近いかな。あー、いや、近いのはあるな。あった。あー、信号渡っちゃった方だね。あれ、いや、いや、そうだね。はぁ、よし、よいしょ。そんなわけでお付き合いいただきありがとうございます。43人もいる。ありがてえぜ。ちょっと待って待って。あ、こっちか。こっちはまあ似たようなもんだ。あのさ、ここの上の方にさ、いい、うまい焼肉屋があってさ、仕事のなんだろう、打ち上げじゃないけど、なんか、あれなんか若干ちげえな。ジェットセットラジオみたいになっちゃってる。ここら辺は意外と思い出深い、おお、思い出深い場所が多い。うわぁ、すげえなー、ちゃんと作ってあんなー。メモリ不足も甚だしいけど。無理なんだよ、もうこれ以上。よく作ったな、こんな道まで。これはほんとマジ、プレステ4クオリティで作ったらマジ面白いわ。ただ新宿歩いてるだけで楽しいもん。ちょっとソフマップ行こうぜとか。
トレーダー行こうぜとか。このゲームトレーダーあるからね、ちゃんと。おお。トレーダーと変な本屋さんがちゃんとしてた。はあ。おお。音量上げなくていいか。まだ当時って Google もないから、このゲームって結構貴重な資料になるんでは。Google ストリートビューがギリギリ発売の時ぐらいはあったね。開発の頃は多分なかったと思うけど。職場でさ、オペレーターの人がストリートビューで遊んじゃってさ、遊ぶの禁止って。おう。ストリートビューで遊んだらダメですよって。おりゃ。それが最後の方だったな、俺がいた。だから作ってる時はまだなかったっていうか、まあ今みたいな状態ではなかったと思う。そんなに便利じゃないけど、2009年ぐらいがすごい、こうおい、あれがすごい急にね、おい、ちょっと OL 打たれまくってるけど何してんだよ、踊らされてんじゃねえか。ちょっといた、あ、いた、死ん、誰か死んでんな。おい、ちょっと待って、OL になんかフラッシングエルボー。てか、OL 死んじゃう。OL 死んじゃう。危ない。ねえ、あれゲーム化できそうだよね。ちょっと、ここマジやべえな。こいつ。よし、ガードできた。どうすんの、これ。ダメか。よし、こうなったら、そこそこの時間無敵になる。行くぜ。今マップ立体的やしそうだよね。あれゲームがレースゲームとかぐらいだったでしょ。無敵じゃい。駐車決めて。待て、来んな。よし、分かった。無敵だったらこれをいける。食べ打ちドーン。ダメ打ち。あ、よく考えたら俺もう無敵じゃなくね。このゲームダメ打ちとかむずいんだよ。全然減ってないぞこいつ。じゃあ Google はあるけど、ストリートビューがあまりない。まだそんな今ほどじゃない。よしよしよし、当たんねえんだよね。やめて。ただこれ発売が2009年だけで、開発は2006年からやってるから、ちょっとまた別の話なの。やべえなこれ、めんどくさいなこのゲーム。そろそろちょっと難しいぞ。まだ早いかな。防弾チョッキ。お、いける。てか、ため、このゲームマジ、ため攻撃がさ、すごい、いつから押せばたまるのかとか、全くわからないんだよ。すげえむずいん。ちょ、マジ、もう一発趣味しら。いやアイテムがね、持てる上限が結構少ないんですよ。へへ、タバコを吸う。いやー、おお、めんどくせえ話だこれ。またやっぱり己の腕前というわけですね。でもなんか強くなる時間があんまないよね。武器はどっかで買えるのかな。ちょっと敵が強くなるのが早い気がする。やっぱ銃をもっと改造したりしなきゃダメなのかな。お、この話長えぞ。これ結構大変かもな。
あとこのゲーム読み込みが意外と早い。1時間だけ寝よう。あと始末書が結構多かった気がする。割り振ってない。出て割り振んだっけ。あ、あとこれさ、これってお金譲り以外ないよね、やるよね。切り替え？ああ。ステータスかな？あ！攻撃力増やそうか。うざいんだよ、これ。あと格闘スタイルがちょっとあんまり強くないな、これ。これの方が強い気すんだよね。あと武器弾以外銃以外欲しいんだけど、あんまりねえや。ふーん、めんどくせえ。面白ければいいけどさ、タイミングとかさ、連打はやめようぜ。さすがにめんどくさい。面白みがない上にちょっとあのね、ゲームって疲れさせちゃダメなんだよね。疲れたらやめるから。Wii だって、 Wii の面白いゲームやっててさ、疲れてやめる時あるからね。長くはできねえ。その方がメーカーにとってはいいのかな。やめさせちゃうぐらいが長く楽しんでくださいみたいな。ゲームっていいもの、いいもの作ったらね、いいものだけ売れるっていう世界じゃねえからな。バカを騙さなきゃいけないからさ、バカはいいものを作ってて判別つかない。うん、いや、うん、そうね、ファミコンはって言わなくなったからな。ファミコン以外も出ちゃったからね。ファミコンは1日1時間、メガドラも1日1時間だ。1時間ずつやっていくと。聞き込み？新宿中央公園で親父狩りの被害届を。この話長えぞ。こっからが。だってこの事件の中にあれでしょ、戦争経験者みたいな話があったし、あったしさ。すげえ大変なんだけど、この。いらっしゃい。この話だけ妙に長えな、これ。最後終わるのか、これ。もう今何割終わったんだろう。おー。留置場ってあれ以上でかくできんのかな。えらいとこから始まったな、おい。ちょっと待って、これどう？あ、ナムさんいらっしゃい。赤いね、あそこ。東京タワー見えねえ、なんか。東京タワーじゃねえのか、あれ。ほい。おっと、ほいって書いて。ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。はい。かい。しやよって言っちゃった。分かってた。ああ、椅子ちっちゃくね。なるほど。何あのベンチ、初めて見た。一人用ベンチ。え？あ？おお、なんか結局選択肢意味ねえじゃねえか。了解。あ、いいのか。見ときゃよかったのかな。見たらもっと芋づる式に。うん、なんだろうこのゲーム。予定よりだいぶちっちゃくなった感じするけど、そういうわけでもない感じするんだよな。なんか意外と元のサイズのまま出せててこれだったら嫌だな。株式会社藤川に勤務でいいですね。あ、ノートパソコン使った。はい、はい。どっちなんだ。飛ばせねえ。名前は、はい、でも勤務先は。ちょっと転職したのか。はい、いえ、はい。どっちなんだよ。リストラされまして。
完成したらこんなゲームだったから。お前クビになったのか。カノエイコを追加したバージョンで別メーカーカプコンじゃないブランドを出したとかだったらやだね。私夢ねえな。極度の上がり症なもんで。でもカプコンっぽくないんだよな。カプコン作品。あでもな、イライラさせやがる野郎だ。でもな、ビートダウンがあるからな。取引先の方がちゃんと話せって激怒しちゃいまして。女房には言ったのか。言ってません。そんなこと言ったら妻に怒られ、母には罵倒され。姑と同居か。どうしよう、これいらないかな。この二人がもうどうしようもなく折り合いが悪くて。いらない。でもスパイクなんか共同開発だったんだよね、カプコンとどっかがね。でも変なメーカーとはやらないと思うから、多分スパイクとかだ。でもスパイクって当時そこまででかいゲーム作ってなかったからさ。いやすごい中止にするぐらいだから多分なんかあったんだと思うんだよね。当時を知る者が出てくるあれもないし、俺もうちの店に来てた当時を語る者はどっか行っちゃったしさ。あ、よかった。ありがとうございました。今日はここまでですね、放送は。いやー、うい、いやこれむずいわ。なんだろう、ゲームとしてむずいんじゃなくて、なんだろう、なんか判断にむずい。全然ちょっとこれ難しいな。結局とどめさせなかった。とどめを刺すのはちょっと個人的に刺そうかな。そうね、まあでもちょっとまあ扱いとしては間違いはないと思うんで、ちょっと今回お、ん、 あそこか。明日はちょっとやらんかな、これは。これはもうちょっと。このゲームを次作る動画に採用するかどうかを今検証してる放送だったので。ちょっとね。なんかこういうゲームって一人で黙々とやっちゃっても判断つかないことがあるんで、この放送でやらせてもらうっていうのは意外とゲームの、なんだろうな、見えてこないとこ見えたりすることもあるんですよ。一人でやってるだけだとわからないとことか、もうやめ、いいやこれって。この辺でいいやっていうこともあるから、やっぱこう誰かに見てもらうっていうのがね、意外と大事なことがある。誰かが見てるからこそちょっと真面目にやろうとか、いうこともあるんですよね。ゲームとして本当に 100% 楽しみたいんだったら、放送っていうのは正しい判断とか、正しい場所っていうか、理想的な場所ではないけどね。だけどそういうこともあるんで、側面、いろんな側面があるというか。動画でエンディングか。動画でエンディング？ああ、誰かが見てるからこそちょっと真面目にやろうかなとか、先にちょっと進めなきゃとか。一人でやってたらなんか多分サブミッションじゃないや、サブクエとかやっちゃったりとかさ、めんどくさくなるから。こっちの方が効率が良かったり、本質を見るのは向いてたりとかね。あとは他の人の判断。あとはだからこの見てる人がの反応とか見るのも意外とヒントというか参考にする部分でもあるんで、このゲームは意外と反応はいいみたいだから、扱ってもいいと思います。ただ進めれば進めるほどなんか惜しいゲームだなっていう。これ銃持ってんじゃん。スケールリーダーなんだこれ。弾ねえの。ドゥビアシ。米村以外は撃ってよしということで。多分米村も戦闘には参加しないだろうから。程よく面白くて、プレイした楽しみもしっかりあるけど、ただ、引き抜け感はない気がする。毒気がないというか。あのね、やっぱね、ゲームって、いいゲームって余裕があるゲームなんだよね、意外とね。余裕はこのゲームにあまり感じない。おほほほ。銃一発でみんな飛んだぞ。どうしたどうした。おう、わしょいわしょい。てかジャブで決まること多いな。ドーン。邪魔だな邪魔だな。あ、いいねこれか。これバキみたい。
よし、じゃあこいつはこの技で倒そう。あー赤くなっちゃった。あー痛い。こいつ強い。はい、こんなにドーン。もう一回、もう一回、もう一回お願いしたい。あ、消えちゃった。消えちゃった。ちくしょう、もうちょっとだったのに。くるんくるんさせたかったのに、もうちょっと。このゲームだからこういう楽しみ方も一応できるから、多少は余裕あんだよね。楽しみ方はいろいろ、俺はこういう楽しみ方ができるから。ためハイキックでくるくる回すとかさ。勘弁してください。あ、勘弁してください。てめえらさ、いつもどんな風におっさんを襲うの？あ、どうって？いろいろあんだろうよ。棒で殴るとか、ナイフで脅すとか、言葉で威嚇するとか。その時々でいろいろ。いろいろね。なら見せてくれよ、親父狩りのやり方。真面目なゲームだな。意味わかんねえ。ボンクラどもが、てめえら同士で借り合えって言ってんだ。ボケ。なんで俺らがそんなことは。勝ち残ったやつだけにチャンスをやる。それでどう。何これ。それって勝ち残ったら見抜かすってこと？ちゃんとしてるな。悪い意味で。いいぜ、勝ち残ったら見逃してやる。でなんでもいいからやれ。なるほど、早くやれ。ちょっと俺次役龍が如くやろうかな。じゃあそうだ、早くやれ。一役龍が如く。この場から逃げたやつは覚悟しろよ、後でとんでもない目に遭わせてやるからな。うん、なんか片鱗なんだよこれが多分。俺ら GTA のイベント部分とかはできてたみたいな。本気でやれ。手抜いてもとんでもない目に遭わせてやる。痛い。テクスチャー超やる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 って。やれ。だメインストーリーだけやってるとすごい真面目なゲームで、ああ、ね、これ GTA の日本版を作ろうと思ったんだろうなっていうところなんで、絶対勝ち残ってやる。で、そこ以外の色、あの、ねえ、やっぱムカつくよ。おかず部分の方がさ、バカの癖して。んだ、どこら。来た。せーな、こら。初めてコメントさせていただき、ご長さんありがとう。コテハンありがとう。舐めに忘れがって。ローディング詐欺なのこれ。ローディング早いけどあれ嘘なのこれ。何、どういうこと？ローディング詐欺って。なんかローディング早いなーってずっと思ってたんだけど、嘘なの。モーションブラーだったね。リーダーなんだ結局。クソが。そのまま死んだら。ボケ。すげえすげえ、よくもまあ仲間をここまでやれるもんだ。仲間、あ、そういうこと。それ普通のロードじゃねえか。よく見るロード。仲間なんかじゃねえよ。なことはどうでもいいんだよ。勝ち残ったんだから約束守れよな。いいぜ。はい。マジだな、マジでいいんだな。ああ、勝ち残ればな。え、だから勝ち残ったっつって。ハイキック入れる、くるくる回そう。あ、やるの？そういよ、マヌケやったぜ。ここから強いんじゃないの？てめえが言うな、バカ野郎。なんでこんな構えなの？やってやる。やってないよ。まさか灰色？まさか灰色？あ、終わるわ。イベントだ。そういうことだ。あ、ハイキック入った。まさかの灰、あ、でも灰色だけど終わっちゃった。あー、ちくしょう。ため蹴りしたかったわ。てめえ可愛さに仲間を裏切るとはな。こんなことしていいと思って。いいに決まってんだろ。てめえらみてえなクソったるのバカガキどもには法律が必要なんだよ。この俺という法律がな。
いやもうちょっとね、いやでも GTS3 もそんなに精度高いゲームじゃないからね。なものの考え方は銃撃戦ひどかったりとかするから、やがては自分自身をも傷つける。いやでも心の痛みを知らない若者によって引き起こされる。グラフィックは十分なんだよ、 GTS3 に、ね、対抗できるぐらいすごいんだよ。範囲は狭いけど。だがこうした行為は絶対に裁かれなくてはならない。新宿の狼が卑劣な犯罪行為を許しはしない。今のエイジさん法律セリフをあちこちでひけらかせてほしい。なんでいちいち良い話っぽくするんだろう。いやだからメインストーリーはそういう話にするつもりで、そこに自由になんかこう暴れ回れるっていう部分があったんだよ最初からね、きっと。自由度って意味で。で、メインストーリーはちゃんとした話があって、ってものにしたかったんだろうな。いや、でもこれね、ほんとね、ほんとに新宿知ってると面白いんだよ、これ。新宿のマップ。ほんとだよ。新宿のマップを、地理が分かってると非常に楽しい。っていうぐらいよくできてるんだよね。マップとしては。だからね、すごいよね。そんなに狭くないしね。こんだけ広かったら十分ってぐらいはある。車で移動するんだったら結構骨だもん。タクシーなかったらきついよ、これ。でもね、バイクとかがあれば、自分で道さえ知ってれば、土地勘があれば、自分で目的地に行けるぐらいは再現率が高いんですよ。ってことは結構大、そこ、すごく大事で。だって新宿にいる感じあるもん。あのね、だから、あのね、この実家の、そういう感じ、そういう感じ。ちょっと荒いのは一緒なんだよ、だからね。仕方ない、これが限界だ。あの、ちょっと見てほしい場所があるんだけどさ。新宿の、大ガードを抜けて、ちょっと進んでさ、でかい道路を右に行くとさ、あと、俺がだからね、いた頃の新宿なんだよね、これ。俺がいた2006年から9年ぐらいまでの新宿なんですよ、すごく。カレー屋さんとか、ちょっと待って。再現率の高さはゲーマーとして魅力を感じますね。だからここね、こことか、ほら、ここの本屋さんとか、俺がこの前話したチンマー屋の親父との戦いのね、その麻婆豆腐屋のちゃんとの戦いとかに出てくる本屋さんなんですよ。立ち読みしてた本屋さん。だし、こっちの方とかね、なんかそこそこよくできてるんだよ。なんかもう完璧とは言わないけど、十分よくできてる。なんか青いね。ああ、いけないんだよね。でも前の職場の方にはいけない。来てみろりんは。よくと遊びに行ってた時代なので、ああ。難しい場所が見える。そうなんだよ。だからね、多少ね、だからトレーダーとかちゃんとあるのが面白いんだよ。だ道はこんなに広くないけどね、実際はね。あおい、ちょっと待って。でも分かる人だったら歩ける。勘で歩くぐらいはできるぐらいの、ちゃんとマップに仕上がってるんだよね。だから、志は、マップを再現するのはできるけど、それをプレステ2で再現するとなると結構ね、捨てなきゃいけないことがすごく多くて、大変だっただろうなとは思うね。諦めんのちょっと早かったと思うわ。もしかしたら、いや、ないな。カプコンって本当にマジでね、客を裏切る天才だからね、あいつら。そうなんだよね。GTA3 は、と張ろうと思ったっていうのは本当によくわかる。わー、来ちゃったじゃんな。どうしよう。今日はやめとこう。今日はってことはねえけど。これでも続きやるかもしんねえ、別に。普通に。続きは動画を作った後になるかもしれない。そう、だからちゃんとね、新宿にいる感じが非常にあるんだよね。十分ある。立派です。そんなわけで、お付き合いいただきありがとうございました。龍が如くは、どうしようかな。明日やろっかな。明日やったらすげえ長くなる気すんだよな。そんなわけでありがとうございました。放送は1分延長されました。ちょっとセーブしに帰る。はぁ、あ、ちょっとイベント進めちゃいそうになった。あれ治安？あ、治安かけねえ。家帰ろう。いやー。あの頃の新宿と今の新宿若干違うからね。でもあの頃俺が一番馴染みがある新宿なんだよ、これ。本当に。そこがすごくポイント高いんだよ。2007年、8年ぐらいの新宿なんだよ、これ。6、7、8ぐらい。
すごいわ。俺用のゲームだわ、これ、ほんとに。